後続する車両は女性警察官部隊クイーンスターズ。白バイ部隊機動捜査部隊指揮官は交番機動捜査隊長宮下圭司。後続する車両は1番は小型隊長車、2番は交番指揮官車、3番は NBC テロ警察車。機動捜査部隊指揮官は第一機動捜査隊長南尾圭司。後続する車両は全乗指揮官車、機動捜査車両。次は機動隊車両部隊の行進です。最初は銃砲警備用車両です。先頭は機動隊自動二輪部隊。続いて遊撃捜査二輪部隊。一番は遊撃警ら車。2番は遊撃捜査車。3番はエリア警戒車。4番はエリア検問車。5番は移動騒音測定車。6番は遊撃車1型、7番は常駐警備車、
用の船で、8番は小型警備車、9番は X 線検査装置車、10番は爆発物処理等車、11番は爆発物処理用具運搬車、12番が爆発物処理用具資材運搬車、13番は除染車。次は災害警備用車両です。14番は災害用広報車、続いてオフロード二輪部隊、15番はキッチンカー、16番はレスキュー資材車、17番は広域レスキュー車、18番は水難救助車、19番は20番は災害用ショベル車、21番は災害用クレーン車、22番は災害用高性能救助車、23番は災害用給水車、24番は災害用レジャー車。次は災害用車両です。16番は高所対策車、27番はトイレカー、28番は特型警備車、29番は有責交通車、30番は警備車兼輸送車、